はい、藤木さんはここですね。前人を白線に合わせて、自転車、走り出すときに自転車の構えっていうのがあります。こっち向いちゃったんですね。左足をついてペダルはこの踏みやすいところに、で走り出すときに右後ろ必ず確認してから走り出してくださいね。はい、それでいいです。はい、どうぞ。ファイローを、はい、それでいいです。顔出して、普段自転車に乗るときにスピードを控える、見てから判断して操作、認知判断操作っていうのに大体1秒ぐらいかかるんで、これをね考えて、スピードを控えめにして普段から運転してください。障害物を、すぐ漕いでいきながら判断して、対処するところや、みんなで、カーブを曲がるときにタイミング合わせて、カーブを曲がるのが難しかったです。これからはしっかり止まって後ろを確認することなどをしっかり活かして、漕いでいきたいです。高校生の事故削減に向けて各学校でこのような交通安全教室ができることを念頭に活動しております。ですから皆さん高校生が今後こういった交通事故を一つでもなくせるように、皆さんの認識を新たにしていただくという形で、寄与できればいいかと考えております。